にちは。こんにちは。今日の魚何ですか？大分の界隈。ちょっとあんまり聞かない魚ですね。シマアジの仲間ですね。ただシマアジより流通量多いですか少ないですか？少ないんじゃない？そうですね、少ないですね。なのである意味希少って言われるとこですね。味もシマアジと似たような味なので結構いい感じですね。じゃあ今日これを何おろしで？三枚おろし。三枚おろしで。はい、ではよろしくお願いします。はい、シマアジの美味しい食べ方、何がありますかね？刺身一択じゃないですか。勉強不足露呈してますね。はい、やっぱり刺身ですね、うん、この魚刺身、お刺身がいいと思います。で、あとはですね、何も邪魔しない、純和食っていう感じで塩焼きなんかも比較的美味しいんじゃないかと個人的には思ってます。はい、ほぼほぼ出回らないですね。北に水産、任せてください。貝割り、ちょっとそういう希少種ですね。食べて美味しい、なかなか市場で回らないっていう魚もあったりします。お休みの日は何してるんですか？家で寝てます。多分本当です。はい、おろす時のコツとかあります？骨をちゃんと包丁で感じる。なるほど、骨を感じる。どう感じてるのか見てみましょう。今感じてるんですか？はい。あ、今ですね。油乗ってますね、これ。包丁の入りが違いますね。ああ、いいですね。いい魚。おろしてて分かりますね。包丁の入りが滑らかっていうかね、進みがきれいに入る。まあ、見てても分かるんですけどね。はい、あっという間に3枚おろしですね。はい。貝割り、おろしててどうですか？やっぱ油ある魚ない魚分かります？それは分かりますよね、はい、やっぱね。はい、以上貝割りでした。ありがとうございました。稼ぐなら北に水産、初任給33万円、賞与年3回、未経験大歓迎。